高野線は、大阪府大阪市何枠の潮見橋駅から、和歌山県伊都郡高野町の極楽京駅までを結ぶ、南海電気鉄道の鉄道路線である。一般的には、手塚山駅以南8着の列車がすべて乗り入れる、南海本線南場駅から極楽京駅までの運行系統を指す。岸の里玉出駅、極楽京駅間と線路が分断されている、潮見橋駅。 岸の里玉出駅間には、潮見橋線という通称がある。路線シンボルマークは、高野杉の林をイメージしたもので、ラインカラーは緑。橋本駅、工作線高野山駅間には、荒野花鉄道という名称をつけて、観光列車、天空を運行するなど様々な取り組みが行われている。特急、林間、日本有数の宗教都市。 例状である高野山への山経輸送路線であり、終点の極楽京駅からは、工作線に連絡している。加えて、大阪府南河内地,地域、和歌山県糸地域から、大阪市内への通勤、通学路線でもある。かつては、南海本線に対して、視線的な存在だったが、宅地開発による沿線人口の急増、さらには、戦北高速鉄道との相互直通運転により、 現在は、南海本線と並んで南海の主力路線となっている。全線でピタパおよびアイコカなどピタパと、相互利用可能な IC 乗車カードが利用できる。ただし、乗車回数に応じて割引が適用されるサービスは、ピタパのみが対象となる。高の線のうち、高野花鉄道の愛称のある、橋本駅、極楽競間は50%パーミルの勾配を持つ、登山鉄道であり、 高野山という観光地が沿線にあるという特徴を持つことから南海電気鉄道は同様に沿線に観光地があり急行バイク間がある日本の鉄道会社6社で全国登山鉄道パーミル会を2009年に結成している。また2017年10月24日には同様の特徴を持つスイスのモントルー・オーベルラン、ベルノワ鉄道と姉妹鉄道協定を締結している。 南海新今宮駅。一番線案内表示機に、林間、サンラインの文字1995年から2008年まで、南馬駅橋本駅間には、林間、サンラインの愛称が付けられていた。林間は、澄んだ空気と豊かな自然とが調和する、爽やかな街並みのイメージ。サンラインは、太陽の明るさと、暖かさ、散々と降り注ぐ陽光の輝きを意味している。 1994年12月14日、当時の社長、川勝康氏が田舎臭いイメージを変えたいと発言したのがきっかけで、岸の里玉出駅橋本駅間の名称を社内公募で選定し、1995年9月1日のダイヤ改正時から使用したいと発表。社長案として南海山の手線を提唱した。川勝社長は会見で、名称が今風。 都会風になれば、当社の住宅分譲などにも効果が出るだろうし、利用客が増えるかもしれない。それには、山手線がいいとコメントした。しかし、高野さんの所在する高野町がそれに反発し、当時の町長と高野山新聞集婚号法時、州務総長が路線名存続の要望を出したことから、路線名変更を断念して、愛称を募集することとし、林間。 サンラインに決定した。当初は、南馬駅橋本駅間を、臨間、サンライン、橋本駅、極楽橋駅間を、高野線と、路線図上では区別していたが、後に、高野線臨間、サンラインと、両名併記して案内されるようになった。車内放送では、南海本線側からの乗り換え案内などで、高野線臨間、サンラインは、お乗り換えですと、案内されていた。なお、 山手線の名称は南海電気鉄道の前身である南海鉄道が1940年に統合した半和電気鉄道の路線、すなわち後に西日本旅客鉄道半和線となる路線の故障として、戦時買収によって道線が国有化される1944年まで用いていたことがあった。しかし、沿線住民の間では高野線の名称で定着しており、林間、 サンラインと呼ぶ人は、さほど多くなかった。2008年の高野線ダイヤ変更より案内上でも、ほとんど、臨間、サンラインの愛称が使われなくなり、2009年3月20日の阪神南波線の開業とともに、車内路線図から、臨間、サンラインの表示が消去され、乗り換え案内の車内放送からも、臨間、サンラインは使われなくなった。また公式ホームページからもンン、臨 サンラインは削除されている。愛称使用終了前に印刷された駅配布の時刻表などもそのまま配布されていたが、2013年10月に行われたダイヤ改正に発行された時刻表及び駅形質の時刻表には記載されていない。なお愛称使用終了後も千木高速鉄道5000、経営には2020年2月にリニューアル工事を終えるまで車内案内表示機で 中本駅到着時に表示される乗り換え案内に、林間、サンラインの表記が残っていた。南馬駅橋本駅間は沿線に住宅地が多く、20メートル級の4扉、大型車両を運行し、通勤客をさばいている。大阪市内の住吉東駅阿孫小前駅間を中心に大きな幹線道路と平面交差になるところもあり、開かずの踏切が点在する。 沿線住民から高架化工事の要望もあるが、地形的な問題や線路と隣接して住宅などがある、ため具体的な構想にまでは至っていない。またカーブが多いため、南波駅堺東駅間は、南海本線の南波駅堺駅間よりも、所要時間が、幾分長い。また堺東駅住吉東駅間は先行の、各駅停車の後続を運転し、 ラッシュ時を中心に、のろのろ運転となっている。しかし、日中の優等列車の運行頻度は、南海本線の毎時8本に対し、高野線は毎時10から11本であり、高野線の方がわずかながら高い。堺東駅から千代田駅にかけては、国道310号、河内長野駅から橋本駅にかけては、国道371号。 紀ー水駅から紀伊細川駅手前付近までは、国道370号がほぼ同じ経路を、並走している。南馬駅、岸の里玉出駅間は、路線名称上は、南海本線である。線路別複複線のうち、東側の複線は高野線列車専用となっており、高野線の手塚山駅方面の全列車が、岸の里玉出駅から、南馬駅まで乗り入れる。運行系統上、 南馬駅から帰することとする。球面8線の構造を持つ始発の南馬駅を出てすぐ、右にカーブし、右手に南馬、パークス、山田電機南馬ラビー、久保田やニコニコ乗りの本社社屋などを、左手に日本橋電機街や今宮恵比寿神社などを見ながら、阪神高速1号環状線を潜って、高野線の各駅停車のみが停車する、今宮恵比寿駅を通り、国道十五号を乗り越え、 左手に、通天閣が見えるとほどなく、JR との接続駅である新今宮駅に着く。この駅の下を通る JR の大阪環状線、関西本線を、高高かでまたぎ、左右に鎌ヶ崎あるいは、リン地区と称される土屋街を、また左手遠方には高さ日本一のビル、安倍の春かすなどの高層ビル群を見ながら、やはり、高野線の各駅停車のみが停車する萩の茶屋駅を、 過ぎると、天下茶屋駅。かつてはこの駅から、天王寺支線が分岐していたが、1993年に、大阪市営地下鉄坂井筋線が、同駅まで延長されてからは、その一部区間が代替を担っている。1980年までは、南海の車両工場もあったが、同年高野線千代田に移転し、跡地には、大阪フィルハーモニー公共楽団の練習場や、 スーパーマーケットが建っている。なお、仙北高速線直通の特急、仙北ライナーは、同駅南は、高野線内の停車駅がなく、直通先の仙北線泉ヶ丘駅まで停車しない。天下茶屋駅を出てほどなく、左にカーブして、南海本線系統の線路と分かれ、潮見橋線との接続駅である、岸の里玉出駅を過ぎ、同時に半海線を越えると、 上町台地に差し掛かり、全路は、掘割の中を右カーブしながら、南進を始める。掘割を抜けて、上町台地に登ると、手塚山学院手塚山学舎の最寄り駅でホーム幅の、狭い手塚山駅、すぐに、半海上町線を潜り、対比線ホームのある住吉、東駅を過ぎると大和川を渡るまで、カーブや開かずの踏切が連続する。 大阪内環状線の踏切を過ぎて、沢の町駅、続いて、安倍の筋と斜めに、平面交差して、阿倍小前駅を過ぎると、大和川を渡って、堺市に入る。関西大学堺学者、筒子の見どころである仙光山浄水場の最寄り駅の、仙光山駅を過ぎて、不動堺大和高田線の高架をくぐると、堺市役所などの所在地で、堺市の中心駅である。 堺東駅に着く。かつては堺東県尺などがあり、運行の拠点だったが、現在は、健尺は、小原田県尺及び、同県尺千代田市区に移行し、跡地には、高層マンションが建っている。準急行はこの駅からは各駅に停車する。また、仙北線直通の区間急行は、直通先の仙北線、深江駅まで停車しない。 堺東駅を過ぎると大きく左カーブをして南東に進路を変え、堀割り区間に入って、不動大阪中央環状線をくぐると、右側には忍徳天皇陵が垣間見える。すぐ下の堀割りを通って交差する、JR 阪和線との接続駅の三国が丘駅、モズやた駅を過ぎると、大阪府立大学中モズキャンパスの最寄り駅で、大阪メトロ未動筋線。 仙北高速線との接続駅である中本駅に着く。中本駅は区間急行以上の優等列車は通過するものの、堺市北東部の中心駅であるために乗降者数はかなり多い。またこの駅から一部の列車は仙北高速線と直通運転を行っている。中本を出ると仙北高速線は上下線に挟まれた地下トンネルに入っていき、一方の高野線は 線路容量に若干余裕が出ることや、線形がやや良くなることもあって、日中時間帯を中心に優等列車はこの付近から少し速度を上げて運転することが多い。線路は住宅地の間を通りながら、ほどなく退避設備のある、白鷺駅、続いて2面2線の初芝駅に至る。緩やかに右にカーブしながら、萩原天神駅を過ぎて、半和自動車道、 不動泉大津美原線バイパスをくぐると一旦、周囲には田園風景が見えるようになるが、すぐに近代的な住宅街や商業地などが整備された、堺市東区の中心駅、北野田駅に着く。区間休行はこの駅より、各駅に停車する。北野田駅を出ると線路は、西よけ川を渡りながら緩やかに左にカーブをして、すぐに、大阪狭山市に入り、狭山駅を過ぎると、 車窓右側には、住宅街の向こうに、日本最古の考え用うため池である広大な、狭山池の堤防が、左手遠方には、パーフェクトリバティ教団の大平和記念塔がそれぞれ見えるようになる。右にカーブをすると、かつて南海が、狭山地藩で経営していた、遊園地、狭山遊園の最寄り駅であった大阪狭山市駅に、至る。周辺には大規模なニュータウンが見え始め、 不動、森や狭山線の古線橋をくぐると、全列車停車駅である二面四線の混合駅に着く。これら大阪狭山市内の駅は毎年8月1日の、競争祭、PL 花火芸術の日には、周辺に眺望を妨げるものが少ないために、多数の観客が訪れ激しく混雑するが、それ以外の日でも、大規模なニュータウンを周囲に持つ、混合駅は、 南海電鉄全体での乗降客数の上位に入る駅となっている。今後駅を出ると、次第に起伏の多い地形が目立ち始め、富田林市に入って、滝谷駅を過ぎるが、すぐに、全路は河内長野市に入り、千代田駅を過ぎると、車両工場を併設する、小原田県社区千代田県社宿が広がる。この千代田県社宿、高野線、さらには、 国道310号を大きく超える高架橋が国道170号であり、このガードをくぐると住宅街の広がる丘陵を改作した区間となる。左後方から単線の近鉄長野線が近づいてきて並走し、国道170号の旧道と国道310号の重複区間となっている道路を越えると駅ビルののばき長野を携える全列車停車駅の河内長野駅に着く。 同駅は、南海が2面4線、近鉄が、東端式1面1線の駅構造となっており、利用者数、利便性ともに、南海の方が優位に立っている。またこの駅より急行は各駅に停車するため、各駅停車の多くはこの駅で折り返す。川内長野駅を過ぎると、車窓の雰囲気は一変して、新興住宅地が広がる、山並みの裾を下視段丘に沿って走る区間となり、 石川やその支流の奄美川が線路沿いを蛇行するように流れる。左右にカーブをするとすぐにフォレスト三日市と直結する三日市長駅に達するが、これより先は急行バイク間となり、南海本線所属列車など一部の列車はブレーキ性能等の関係でこの駅より先には入線できない。この駅を出て引き上げ線を上下線の間に挟みながら大きく、 左へカーブすると、広角間となり、新港住宅街、南海三河の台の最寄り駅で、高野線で最も新しい三河の台駅に達する。ここから先は、山々が競り出し農村地帯を通る区間となり、かつて単線であった頃は、山の谷間を縫うように線路が通っていたが、伏線加工時の完成後は、三河の台駅千早口駅、天見駅の駅間に一本ずつトンネルが貫通している。 また三日市町駅三日の大駅間から並走してきた国道371号の石本バイパスは、千早口付近で共用区間が途切れて、旧道とを結ぶ取付道路と交差する。天みを出た線路はなおも大小3カ所のトンネルを通過した後、いよいよ君峠を貫く君トンネルに入っていく。トンネル内に大阪府と和歌山県の府県境があり、道県橋本市に入る。 この峠からは、橋本駅手前まで約7キロにわたり急な下り勾配が続くようになる。トンネルを出るとすぐ、君峠駅、続く大きな右カーブを通過する頃から、周辺は車窓左側を中心に徐々に開けてくる。このカーブを抜けると、南海が開発したニュータウン、南海橋本林間田園都市の最寄り駅であり、二面三線の構造を持つ、 林間田園都市駅に着く。区間急行は最長でもこの駅までの運転となり、また快速急行はこの駅より各駅に停車する。続いてニュータウン内のメインストリートであるバイパス道路のガードをくぐって、さらに勾配を下ると三行辻駅に達する。やがて車窓の右側にお原田建尺の本区が見え、左後方からは、 国道371号の高架橋が立体交差し、さらに、京縄自動車道バイパスの高架橋をくぐり、住宅地の真下の短いトンネルをくぐると、線路は大きく、20メートル級4扉車や特急、臨間、専用車両である1万線系は、車両限界の関係でこの駅までの運転となる。橋本駅、極楽橋駅間は、山岳路線、山岳区間、 とりわけ、高野下駅、極楽共駅間においては、完全に線路が山の中に入るために、途中にある駅へは、幹線道路からすれ違いの困難な狭い道路や林道があり、車でたどり着くのは容易でない。各駅の周辺の山間部は、民家が少なく利用客も極めて少ないが、すべての駅に、簡易型の自動改札が完備され、駅係員も橋本駅及び、 下古沢駅、紀伊細川駅から国楽橋駅のすべての駅に配置されている。上、古沢駅と下古沢駅の間には、鉄道橋としては日本で10カ所だけで共用されているトレッスル橋の中、古沢橋梁があり、南海電鉄が2010年2月25日に自ら設置した観光用の展望デッキと電車の通過時刻を記した時刻表を備え、トレッスル橋を 下から見上げられる。展望デッキまでは上古沢駅、下古沢駅から徒歩20分の道のりである。久戸山駅、極楽京駅間には、最も長い、C デトンネルをはじめ、大小24カ所のトンネルがあり、この内高の下駅、極楽京駅間の23カ所には、高校に番号が、振られている。橋本駅を出ると線路は、単線となり、すぐ緩やかに左カーブをして、 和歌山線は見えなくなるが、やがて大きく、右にカーブをして、南進をはじめ、道線を呼び、国道24号のガードをくぐると線路は、木の川を渡る。ここからしばらくは、車窓左側には、田園地帯の奥に、山々が、右側には、住宅地と、田園地帯の作雑が見られるようになる。続いてさらに大きく右カーブをして、南西方向にしばらく進み、 国道371号と平面交差すると、伊清水駅。この付近から右側に、国道370号が並走を始める。車窓左側に、学分路天満宮、神ム大仕送の院が見えると、学分路駅。この駅の入場券は、毎年受験シーズンが近づくと、学分路天満宮の祈祷を受けた5枚セットが、縁起物として販売される。なおも精して、 九度山町に入り、右側に、ニュー川が近づくと、九度山駅である。この駅の近くには、戦国武将の真田信ノが潜伏していた真田ダ案があり、九度山駅の駅舎も2015年に、それにちなんだデザインに、リニューアルされた。やがて左に大きくカーブをして、南進を始める頃から、車窓左側は終点まで、ほぼ完全に山に覆われてしまう。乳川橋梁で、 国道370号と美しい渓流の景観が見える入川を渡り、C でトンネルを抜けると、すぐ、高野下駅に着く。この駅から先は、各駅停車の本数が、さらに半減する。ここから先は、急カーブやトンネルの連続区間となり、車窓右側もいくつかの集落が見える他は山々に、覆われた光景となる。下古沢駅は二千二年に行き違い設備が一旦、 撤去されていたが、2018年に、隣の上、古沢駅から移設される形で復活し、交換可能駅となった。やがて中古沢橋梁に差し掛かる辺りからは、周辺の集落もほぼ見えなくなり、さながら飛行の様子を呈してくる。2017年の台風21号に伴う、地滑りの影響で、防線駅化された上、古沢駅を出て2カ所のトンネルを通過し、 笠木橋梁を渡って三本目のトンネルを抜けた付近で高野町に入り、さらにトンネルを一箇所通過すると、キー細川駅、続く七本のトンネルを経て、キー神谷駅に至る。最終の四箇所のトンネルを抜けて、右側に、朱塗りの極楽橋が見えると、工作船との接続駅である終点の極楽橋駅に到着する。ケーブルカー乗り場は列車を降りて、 車止め方向に歩いて突き当たった右側にあり、およそ5分で、高野山駅とを結んでいる。2009年2月6日に、木伊清水駅、学分土駅、久戸山駅、高野下駅、下古沢駅、上古沢駅、木細川駅、木伊神屋駅、極楽橋駅、高野山駅、木の川橋梁、乳川橋梁、工作線が近代化産業遺産に指定されている。 塩見橋駅、岸の里玉で駅間も口述する通り役まで、正式には高野線の一部であるが、1985年の線路分断後は事実上孤立した支線となっており、ほとんどの時間帯で1時間に2本の各駅停車が往復するだけの、いわば下町のローカル線の様相を呈している。以下、塩見橋から岸の里玉でに向かって記述する。駅舎に、 かつてのターミナル駅であった頃の面影を残す、東端式一面二線の潮見橋駅を出発すると、しばらくは、車窓左側に、高架の阪神高速15号境線を呼び、新谷和筋が並走する。JR 大阪環状線の高架をくぐる地点で、同時に新谷和筋が、左前方に分かれて、あわら町駅に着く。同駅下りホームの裏にある、ランプウェイは、 阪神高速のあわら出口である。緩やかに右カーブをすると、阪神高速も一旦左に分かれ、かつての貨物取扱駅の面影を忍ばせる、木津川駅に達する。阪神高速17号西大阪線及び国道43号の高架をくぐり、大きく左にカーブをして、右側に西成高校や西成公園が見えると、つもり駅に至る。つもりを出て、 すぐ新谷庭筋と阪神高速15号堺線の高架をくぐるが、新谷庭筋の高架橋は1968年に廃線となった大阪市電半壊線の路盤をそのまま道路に転用したものであり、廃線から半世紀近く経った後も河川柱の切断根などが見られる。線路は下町の住宅地を直線上に進んで、採点駅、そのままを上がって、 国道26号をオーバークロスすると線路は単線となって左後方から右前方に向かって南海本線が前方の延長線上から高野線の手塚山駅以南に通じる路線がそれぞれ近づき潮見橋線は南海本線に沿う形で右にカーブをすると岸の里玉出駅に到着する高野線の起点は潮見橋駅だが現在は 高野山方面へ行くすべての列車が、南波駅から発着し、岸の里玉出駅から、高野線に入る。潮見橋駅、岸の里玉出駅間の通称潮見橋線は、この区間を往復する各駅停車だけが運行されている。南波駅、極楽橋駅間に、特急、荒野、南波駅橋本駅間に、特急、林間が運行されている。特急のほか。 快速急行、急行、区間急行、準急、各駅停車が運行されている。橋本駅、極楽共駅間では、観光列車、天空が運行されている。また、仙北ニュータウンの足として、仙北高速鉄道と、相互直通運転を行っており、直通列車として、特急、仙北ライナー、区間急行、準急が運行されている。高野山のみで、 極楽橋の表示がない方向幕。南馬駅から高野山方面へ直通する列車を、かつては大運転と称したが、特急、荒野や日中運行される快速急行など一部の列車を除き、大運転自体が減少したこともあって、近年はあまり用いられていない。大運転の高野山方面列車の行き先案内は、高野線の実際の終着駅である極楽橋ではなく、 工作線を経た、高野山と表示されていた。また、方向膜を持たない2万線系などの場合は、急という方向板を掲げるだけで、行き先は表示されていなかった。表示方法の見直しが進んだ現在では、高野山極楽橋と表示されるようになっている。極楽橋駅で工作線に接続している。方向膜は南海本線と異なり、 1000系や2000系を除く従来型通勤者は CI 導入後も白地の英文なし膜を使用し続けていたが2000年11月頃から南海本線と同じタイプの黒地の英文入り膜に交換され始めた。これは同年12月23日のダイヤ改正で南馬駅3日市長駅間系統の休行を新設することになったものの従来からの方向膜には 旧三日市町の表示が入っていなかったためである。特急は南海本線のサザンとは異なり全車両座席指定であり、通常ダイヤにおいて通勤型車両を用いる全車両自由席の特急やサザンのような一部座席指定列車は存在しない。日中の1時間ごとの運行本数の平均的なパターンは以下の通りである。 以下に、特急以外の種別の運行外況を示す。特急、荒野、臨お及び、千木ライナーについては、当該項目を参照のこと。また各種別の現行の停車駅は数及び、駅一覧を参照。停車駅表快速急行編集2000系による、快速急行日中の大部分通りのみ、平日夕方ラッシュ時に、南馬駅橋本駅間、 日中の一部列車は、南波駅、極楽京駅間で運行されている。停車駅は、千早口駅、天見駅、君峠駅を通過するほかは急行と同じである。河内長野駅、橋本駅間の各駅のうち特に、利用客数が少ない前日の3駅を通過することで、遠距離のスピードアップを狙うべく2003年5月31日に、登場した。南馬駅、 極楽京駅間の直通列車は、橋本駅で増解決作業を行う。上下列車とも行き先駅まで原則先着する。南馬駅橋本駅間の列車は、下りの一部を除き、橋本駅で高野山方面発着列車と接続する。平日夕方の南馬発橋本駅の列車は2008年11月1日に、JR 和歌山線との接続を考慮して、 折り急行2本を格上げして設定されたもので、すべて4扉大型車両8両編成で運行される。2013年10月26日のダイヤ変更で、南ン駅、極楽共駅間の列車は大幅に削減され、特に土曜、休日ダイヤで、下りはすべて橋本止まりとなった。また2008年10月31日まで、平日ダイヤに、橋本駅、極楽共駅間で、 ワンマン運転を行うナンバ発極楽橋行き快速、急行もあり、その車両側の種別幕は、階級とワンマンの二段表記となっていた。なお、この快速急行の全部の極楽橋行き車両は2300系2両で運行されていたが、ダイヤ変更後最初の平日ダイヤ実施日となる11月4日からは、再び2000系4両に戻され、合わせて、 南場から橋本をまたいで運行する料金不要列車はすべて2000系に再び統一された。案内放送では快速急行であるが時刻表や方向幕での表記は階級、英語表記はラピッドエクスプレスである。快速急行は初代が1958年に登場したが1968年には一度急行に統合されて消滅しており35年ぶりに 復活したことになる。その当時の停車駅は、新井間宮駅、堺東駅、北野田駅と河内長野駅南の各駅だった。なお、初代快速急行は日本で初めての快速急行と名乗る種別であった。急行、編集8300系による急行南馬駅、三日市町駅、林間田園都市駅、橋本駅、極楽京駅間で運行されている。 2005年10月16日の改正で、極楽橋方面への列車は、系統分割が行われ、基本的に、橋本駅折り返しとなった。南馬駅臨間電園都市駅、橋本駅間の列車が中心で、極楽橋駅発着は一部のみである。橋本駅で、橋本駅高野下駅、極楽橋駅間に運行される、ワンマン運転の各駅停車や JR 和歌山線に、 接続している。なお、南馬駅、極楽京駅間の直通列車は、早朝時間帯を除いて、快速急行同様に、橋本駅で増解決作業を行う。前節の快速急行と同様に上下列車とも、行き先駅まで原則先着するが、時間帯によっては、河内長野駅で特急に追い抜かれる列車もある。2000年のダイヤ改正までは、 橋本駅で特急に追い抜かれる列車もあった。平日に残されていた南波発の高野下駅は2015年のダイヤ改正で廃止された。2000年12月23日のダイヤ改正前の急行はズームカーで運行される南波駅極楽京駅間直通の列車が中心で南波駅の発車時刻が原則として0分30分だった。それゆえ、 特に深夜の下り急行に関しては、激しい混雑が状態化していた。現行のダイヤでは、大半が大型車両に置き換えられたが、ズームカーの運用はまだ残っていて、早朝には、南馬駅橋本駅、極楽京駅間の急行において4両編成で運行される列車が残っている。また、日中以降でも南馬駅河内長の 橋本方面の系統の優等列車を中心に6.8両で運用されている。朝ラッシュ時、橋本駅、林間田園都市駅を始発駅とする、ズームカーを除く8両編成で運転する、上り列車は、橋本駅天下茶屋駅間で、何倍よりから4両目を女性専用車両としている。英語表記は、エクスプレスである。なお、橋本駅で、 極楽協業の列車と接続する場合は、高野山、極楽協連絡、急行協本業となり、接続のない急行、橋本港とは明確に区別されている。自動放送も、この表現で統一されているが、南馬駅のみ、この表現が用いられず、橋本で、高野山極楽協業に接続しますと放送される。2007年8月25日のダイヤ変更からは、 方向幕にもこぶりながら、高野山連絡の表記が追記され、より区別が明確になっている。さらにこれに合わせて、主要駅に備え付けの時刻表では、本来のスペースに加え、直通列車の他橋本駅で、極楽協業への接続がある列車用の時刻表も、別に掲載されるようになり、利便性が増した。加えて、2008年10月31日まで、 極楽橋駅橋本駅間でワンマン運転を行う極楽橋発南倍駅急行もあり、その車両側の種別幕は急行とワンマンの二段表記となっていた。1968年までは現在の急行は快速急行として運行され、これとはまた別に住吉東駅、三国川丘駅、初芝駅にも停車する急行が設定されていた。現行ダイヤでは 河内長野駅なんで、各駅に停車するにもかかわらず、南馬駅橋本駅間を快速急行と同じ、所要時間で運行される列車もある。区間急行、編集6200系による、区間急行南馬駅河内長野駅、三日市町駅、林間田園都市駅間で運行されているほか、仙北高速鉄道に直通する南馬駅済み、中央駅間の列車も運行されている。 夕方、夜間の下りにおいては一部の列車が川内長野駅で特急に追い抜かれることがある。原則として、快速急行や急行と同様に、上下列車とも行き先駅まで原則先着する。川内長野、三日市町、林間田園都市方面は2000年12月23日の改正で朝、夜のみの運転となっていたが、2005年10月16日の 改正で再び終日運転となった。2013年10月26日のダイヤ変更で、日中の1時間の運転本数が2本から3本に増便された。2015年12月5日のダイヤ改正では平日、朝、上りのみの運転だった戦北高速線、直通列車が毎日日中に、毎時上下2本設定された一方、高野線系統の列車が、日中は、 再度毎時上下2本に減便されているほか、平日夕方以降も上り、列車の大半が急行に格上げされている。2017年8月26日のダイヤ改正では、日中の戦北高速線直通の各駅停車を置き換える形で、戦北高速線直通列車が毎時上下4本になったが、夕方以降の戦北高速線直通列車は上下ともに準急行に置き換えられた。 2015年12月5日のダイヤ改正から、区間休校も平日の朝ラッシュ時に、女性専用車両が導入されている。案内放送では、区間休校であるが、時刻表や案内板の表記は、区級英語表記は、サブエクスプレスである。種別幕の色は緑色である。1995年4月頃まで。 種別幕の色は急校と同様に赤色であったが、関西国際空港開港後の南海本線の区間休校に合わせて緑色に変更し、休校との区別を明確にしている。しかも白地に黒文字の急爆のまま実施された。なお、区間休校は、関西国際空港開港前は、高野線のみの種別であった。1999年11月11日には、 縁起の良い十一づくしという南海独自の企画で、南波を11時11分に出発する列車に、平成11年11月11日11時11分、南波駅発車と記した記念のヘッドマークを掲げ、林間田園都市駅まで一往復した。かつての仙北高速鉄道直通列車では重量編成運転が多数あったが、乗客源により減少し、 2012年11月23日の、仙北高速線のダイヤ変更で消滅した。準急編集7000系による準急南馬駅から主に、仙北高速鉄道直通列車として、終日運行されている。その他川千長の方面には、平日朝の川千長野駅、千代田駅を始発駅とする南馬駅のボリ列車と、2013年10月26日の、 ダイヤ改正より平日深夜に南波バ初三日市長行きの下り列車が設定されている。河内長野方面からの列車は減少傾向にあり、2015年12月5日、改正前までは三日市長市初南波行きの列車も運転されていた。昼間は6両編成で運転される列車が多いが、夕方ラッシュ時以降は8両編成で運転される列車が大半となり、 半分以上が、仙北車での運用となる。と、休日ダイヤは6両編成が、多いが朝晩を中心に一部の列車が8両編成で、運転されている。一時は、平日朝ラッシュ時に10両編成運転が多数、あったが、乗客減により減少し、2013年7月22日の、仙北高速線の列車編成量数変更で、消滅。これにより、 南海の重量編成列車は全廃された。大半は途中で上位列車を退避することなく終点まで先着するが2017年8月26日改正ダイヤでは境東駅で特急千北ライナーの通過待ちをする千北高速鉄道線直通列車が平日に降り2本上り1本、土休日に降り4本設定されている。河内長の方面については 上り列車は、北野田駅、白鷺駅で後続の急行の退避を行う。なお、平日深夜の南波発三日市町行きは終点。かつては、大運転の準急行として、ごく一部にズームカーを使用しての、極楽教駅発着も設定されていたが、1964年のダイヤ改正で廃止されている。また、高野線からの仙北高速鉄道線直通列車は、 泉中央駅が開設されるまで、巧妙池駅が運行されており、泉中央駅開業後も運行していたが、2013年のダイヤ改正ですべて泉中央駅になった。案内放送では、準急行であるが、時刻表や案内板の表記は、準急である。自動放送更新前の、仙北高速鉄道線内各駅における、自動放送では、準急と、 案内されていた。なお、英語表記は、セミエクスプレスである。各駅停車、編集6300系による、各駅停車南馬駅境東駅、北野田駅、金剛駅、千代田駅、河内長野駅、三日市町駅、林間田園都市駅、橋本駅間で運行されているが、大半が南馬駅金剛駅、河内長野駅、三日市町駅間の運転で、 堺東駅発着は、始発南波駅、最終堺東駅のみ、北野田駅発着は平日朝のみ、他も一部のみとなっている。このほか河内長野駅橋本駅間、橋本駅高野下駅、極楽京駅間にも運行されている。昼間以降、南波駅河内長野駅間の運転に、ほぼ同一されていた時期もあったが、一部の休行が、区間休行に格下げされた関係で、 金剛駅、千代田駅発着の列車も増えている。仙北高速線直通列車が昼間時間帯と平日深夜に泉中央発南馬駅が一本運行されていたが、2017年8月26日のダイヤ改正で全廃され、仙北高速線直通列車はすべて優等列車のみとなった。6両編成での運転が基本だが、2005年10月16日の 改正で十数年ぶりに昼間の大型車両での4両編成運転が復活し、昼間はほとんど4両編成での運転となっていたが、2017年8月26日のダイヤ改正で昼間数往復を除き6両編成での運転が再び多数を占めるようになった。2012年11月から2013年10月26日までは、 夜間にも4両編成の列車が運行されていた。一方で、河内長野駅橋本駅間運転の一部列車や、千北高速線内のみで完結する列車は8両、編成もある。橋本駅高野下駅、極楽京駅間の系統のうち、2両編成の列車はワンマン運転である。なおワンマン対応車両は2300系のみ。橋本駅で、南場駅橋本駅間の急行と、 相互接続を行いホームの高野山寄りから発車する。案内放送では各駅停車であるが時刻表や案内板の表記は確定である。また南海本線の普通と同様に英語表記はローカルである。1970年11月23日に岸の佐藤駅の南波直通列車ホームが使用開始されるまでは南波駅発着列車は 堺東駅折り返しの列車が各駅停車として、堺東より南抜きた田、だ、河内長の方面に直通する列車が今宮恵比寿駅、萩野茶屋駅、岸の里駅を通過する、普通として運行されていた。また、潮見橋駅発の列車も各駅停車として、住吉東駅まで運行されていた。南海本線にも、 高野線の列車が走行する南馬駅マイナス岩の里駅間の複々線の東側に線を走行して今宮恵比寿駅、萩野茶屋駅にも停車する各駅停車が南馬駅住吉公園駅間で運行され両線で普通と各駅停車が共存していた先頭車両に掲出されていた行き先を示す標識版は高野線の南馬駅発着の各駅停車が正方形で 南馬坂東、各駅停車、普通が丸型、潮見橋駅発着の各駅停車と南海本線の各駅停車は長方形であった。橋本駅、極楽京駅間に運行される展望列車。列車種別は当初臨時であったが、2017年8月改正ダイヤでは特急列車に編入されている。種別幕には、 天空専用のロゴが表示されるが、駅で配布される冊子型の時刻表の列車種別欄には特急の表示がある。途中停車駅は学分道駅、黒山駅のみ。3月から11月は水曜、木曜を除く毎日運転。12月から2月は土曜、休日のみ運転。運行回数は1日に往復。3月から11月の土曜。 休日はさらに一往復運転される。編成は、極楽橋寄りに2200系改造の展望車2両、橋本寄りに自由席車の2300系、または2000系2両を連結した4両編成。自由席車は乗車券だけで利用できるが、展望車については座席指定料金が必要。なお、車両検査時は代用できる車両がないため運休する。 指定席券については、南海の天空予約センターで電話予約の上、乗車当日に引き渡しとなる。予約は乗車日の10日前に受付を開始する。空席があれば当日窓口でも受付が可能である。南海が推進する荒野花鉄道プロジェクトの一環として導入されることとなり、2008年9月から10月に愛称を一般公募し、 同年12月15日にこの愛称と2009年7月3日の運行開始が発表された。運行開始に先立ち、2009年4月29日から6月20日の間の土曜、休日に7回、ほぼ本運行のものと同様の内上げ、プレ運行が実施されている。観光列車、天空潮見発線とも呼ばれる、この区間では、以前は、 日中15から20分間隔で運行されていたが、2018年現在は、平日も土曜、休日も、同ダイヤの30分間隔で運行されており、これは大阪市内で最も本数が少ない。2000年12月23日からは、終日は満運転を行っている。初電は6時前後と遅く、終電は22時台と早い。伏線区間であるが、 2008年11月時点のダイヤでは終日2両1編成のみで運用されており、潮見橋線内での上下列車の行き違いはない。南海本線の支線と同様に上下列車とも先発先着である。岸の里玉出駅における接続は15分間隔で運転している。 南海本線フ通との接続時分はほぼ一定しているものの7から16分間隔の高野線確定とは接続時分にばらつきがある。1985年以前は高野線岸の里駅以南と線路がつながっており、出入庫のため住吉東駅や朝海、東駅発着の列車も存在した。しかし線路が分断された後は潮見橋線から 高野線手塚山方面へ直通は不可能となったため、岸の里玉出駅塩見橋駅間の運転のみとなり、完全に支線運用扱いとなった。塩見橋駅では、阪神南波線、大阪メトロ千日前線の桜川駅と徒歩接続しているが、両線との連絡運輸の設定はない。なお、阪神の桜川駅は南海塩見橋駅の真下に駅が設置されており、 計画段階では、潮見橋駅を名乗る予定であったが、乗降客数の多い千日前線に駅名を合わせた。南海本線とは高野千分段前から線路がつながっており、車両は南海線住野江建築所属の2200系、2230系が充当されている。ただしこの区間は高野千分段後も、高野線の一部として扱われており、乗務員も、 高野線側が担当し、列車種別も普通ではなく確定としている。高野線本体と分断される1985年、以前は高野線所属の主に6000系ステンレスカー2両編成で運行されていた。1985年から1995年までは南海本線の他の支線と同様に1521系が使われた。 1995年の2200系、2230系化により、南海本線所属ではあるものの、再び、高野線出時の車両に戻ったことになる。1990年代前半までは、学校の夏休み期間中、大阪市、堺市など沿線にある公立小学校児童の、高野三輪間学校団体輸送用として、21000系、22000系による、 専用の臨時列車が多数運行されていたが、1990年代後半以降、少子化や林間学校の目的地の多様化、貸し切りバス利用への転移などによって、高野線を利用する林間学校の小学生の団体は大幅に減少したため、現在は小学生団体専用の極楽強直通臨時列車はほとんど見られなくなっている。お盆期間。 編集お盆期間における高野山への参拝客、観光客、墓参り客への対応については、特急は、荒野とは別に、一般車の自由席特急が運行される場合がある。停車駅は、荒野と同じだが、全車自由席のため特急券は、必要ない。ただ、お盆期間の平日は、他の関西私鉄とは異なり、平日ダイヤによる、運転となっている。なお、 お盆以外にも特急用車両の事故や故障などの緊急時に一般車による自由席特急が代走することもある。このほか、橋本駅高野海駅間の各駅停車が高野海駅、極楽京駅間を延長運行したり、橋本駅始発の急行に接続する形で極楽京駅橋本駅間の臨時列車が運行されたりする。高野海駅、極楽京駅間は ノンストップとなる列車もあり、この場合方向幕は臨時が表示される。また、橋本駅、極楽共駅間運転の自由席特急が増発される場合もある。この特急は、前線投資の特急と停車駅が異なり、途中学分路駅と角山駅に停車する。また、高野下駅、極楽共駅間をノンストップで走る列車は、全区間で臨時幕を出すこともある。 PL 花火芸術開催時、編集毎年8月1日の競争祭、PL 花火芸術開催時には、大阪狭山市駅や金剛駅が、花火会場への最寄り駅となるため、一部列車の編成、両数、発着時刻、対比駅の変更や臨時列車の運行が行われる。具体的には花火終了後、上り急行が、大阪狭山市駅に臨時停車し、 河内長野駅発の準急区急南廃棄臨時列車が数本程度運行される。前車は2014年度より利用状況に応じて行われるようになり、2017年度から事前に告知されるようになった。2015年度まで花火開始前と終了後に運行している4両編成の一部確定が6両編成に増車されていた。また、花火開始前には、 南波発準急川内長の三日市町駅が2008年度まで運行されていた。2008年度以降、下りの臨時列車は運行されていなかったが、2018年度に南波発準急川内長の駅が一本運行された。年末年始、編集毎年大晦日から元日早朝にかけて、終夜運転が行われている。各駅停車のみの運転で、全列車中本駅で、 仙北高速鉄道の列車と接続する。2009年までの元日早朝は、南馬駅河内長野駅間のみにおいて40分間隔で運行されていたが、2010年から元日早朝は、南馬駅北野田駅間のみにおいて40から60分間隔で、終夜運転、北野田駅河内長野駅間は午前2時台までの運転となる。河内長野駅、極楽京駅間と潮見橋線は、 終夜運転を行わない。2020年は通常の日と同じとなり、終電延長及び終夜運転は行わない予定である。高野山、海藻1200年記念大法へ関連、編集2015年4月2日から5月21日にかけては、高野山、海藻1200年記念大法へが取り行われるため、おおむね以下のような臨時代や編成量数変更が策定された。 四扉の大型車両については1992年に1000系が導入されて以来、高野線に新型車両が導入されていなかった。これは高野線の車両と比較して7000系、7100系など南海線車両の老朽化が円外などでより進行していることや、関西国際空港の需要が拡大していることにより、同線への新型車両導入を優先させているためで、 ある。ただし、接客サービス工場や、省エネルギー推進のため6200系や8200系で、VVVF インバータ制御への更新を進めている。また、1962年に登場した6000系の置き換えのため、2019年11月より、高野線仕様の8300系が運行を開始した。南下とともに、山岳路線へと変化するため、 南海線に比べ制約が多い。20メートル級の大型車両は、橋本駅内へ入線できない。かつては、河内長野が20メートル車両の難限で、1963年に3日、市町まで入線可能になった。さらに複線化に合わせて1984年に、林間田園都市まで、1987年に、橋本までの乗り入れが可能となった。 また同じ20メートル級の大型車両でも南海線、専用車両や戦北高速線所属車両は3日、市町駅以内へ入線しない。1971年に開業した戦北高速線の所属車両による高野線運用も3日市町まで設定されていたが、その先へ乗り入れることなく、1989年9月3日のダイヤ改正以降は、相互直通区間となる。 南馬駅中本駅間の運用となった。南海線所属車両のうち1000系以降の車両は南海線、高野線共通仕様とされ、そもそも速ブレーキなどの設備が落成当初より準備、または設置されている。これにより5万系や1万2000系などが、イベント時に入線することが可能となった。なお、7100系や9000系などの南海線、専用車両の一部は、 性能確認試運転と、廃車回送時に限って3日市町駅より、南の原田県尺まで入線している。電車線木高速鉄道自社、車両電車客車上機機関車、乗り入れ車両線木高速鉄道南海本線との共通事項については、南海電気鉄道乗務員を参照2万1000系ズームカ境から、西高野街道に沿って高野山を目指し、 高野鉄道が1898年に大正路駅や山駅間を開業。その後、長野駅まで伸びた。当初の計画では、大小路駅から南海鉄道の境駅に接続する予定だったが、住吉大社や阿鼻子観音への参景客が見込めることから方針を転換。大正路駅から北上して、住吉東駅を起点に、や山、長野方面、さらには、 和歌山県橋本への延伸を目論む。だが、高野鉄道の経営は思わしくなく、高野杉や吉野杉を水運の拠点だった木津川口まで輸送することを起とすることと、南場園長は当時の南海鉄道と並行するため、監督官庁の許可が降りず、道頓堀駅まで延伸して、自力で大阪市内へ乗り入れた。それでも、日清戦争後の不況で、 業績は好転せず、高野鉄道は長野駅橋本駅間の延伸を断念。終わりには、根塚一郎の出資によって設立された高野登山鉄道が事業を継承して、路線延長が図られることになった。高野登山鉄道は、1915年に潮見橋駅橋本駅間を開通させ、大阪高野鉄道と社名変更。その後、 和歌山水力電機が保有していた橋本、高野三大門館の免許を買収し、高野大師鉄道を設立して、このうち橋本椎出館の工事を着工する。1922年に大阪高野鉄道、高野大師鉄道は共に南海鉄道と合併し、高野大師鉄道によって着手していた橋本駅高野三駅館は1925年に開通した。 だが南海鉄道との合併の際に、シでいないの免許は、和歌山水力電機に変換。さらに、和歌山水力電機も京阪電気鉄道に買収され、結局南海は別会社として、高野山電気鉄道を設立。京阪から、路線免許を再度買収の上で建設し、1928年、高野下駅、上屋駅間が開業、翌年後楽橋京駅まで開業し全通した。 南海鉄道は1944年に関西急行鉄道に合併し近畿日本鉄道となったがこの高野山で延期鉄道は戦後南海が分離独立する際の受け皿会社となった1960年代頃から沿線の宅地開発が進み南海も三科の大住宅地や南海橋本林間田園都市を建設するその通勤輸送増加に対応するため 列車編製造業や河内長野駅以南の線路改良を進め、1995年には橋本駅までの複線化を完成させた。この結果、1980年代前半までは3日、市長駅北に限られていた20メートル急車体の大型車両の運行区間が、1984年に林間田園都市まで、1995年には橋本駅まで延長された。 なお、全通当初の路線距離は、塩見橋駅、極楽京駅間で 65.1km で、あったが、河内長野駅、橋本駅間の線路改良で、1995年に、河内長野駅、極楽京駅間で 0.6km 短縮されている。その反面、橋本駅、極楽京駅間の乗客数は減少の一途をたどり、2000年12月の、 ダイヤ改正で、高野下駅、極楽共駅間において、日中の運転本数の削減が行われ、さらに2005年10月のダイヤ改正では、同区間を運行する列車が4両編成の直通急行から2両編成、ワンマン運転の確定が中心となるダイヤに変更された。一方、事実上視線化された塩見橋駅、岸の里玉出駅間は、 乗客が減少し減便されながらも存続してきた。何和筋線構想が持ち上がって以降は、塩見橋線は、その接続路線という意味でも注目されていた。しかし、何和筋線計画は高額の建設費がネックとなって、長らく建設の事業主体が決まらず頓挫した状態にあり、しかも2009年4月に地元市長や経済界、鉄道会社幹部が集まって開かれた。 関西活性化に向けた今後の鉄道ネットワークのあり方に関する懇談会では建設が必要という意見で一致しものの同時に起点を南ン駅とする意見も示されており仮に何は筋線の着工が決まっても塩見橋線が利用されるかどうかは流動的な情勢となっていたさらに2011年に発表された国土交通省緊急運局の調査結果では 塩見橋駅接続では黒字化が望めないのに対し、南馬駅接続では最短で24年目に黒字化が望めるとして南馬駅接続ルートが有力とされた。2012年には近畿運輸局の検討会で南馬ルートとすることで合意され、2019年7月には北梅田から新南馬から新今宮の経路で事業許可が下り、塩見橋ルートは完全に継えた。 判例駅名、列車対非可能駅停車駅、全列車停車、橋本駅始発の臨時特急の未停車、線北クライナーは通過、全列車通過線路、複線区間、単線区間、ここより、下は単線駅名は最終のもの。ありがとうございます。